日本麹カビとは、ユーロチウム加麹カビ属に属する不完全菌の一つである。麹、または麹菌と呼ばれる菌の仲間で醤油や味噌、日本酒、焼酎、その他の醸造酒などを作るために利用される。焼酎作りにおいては、日本麹カビを使用したものは、気鋼に該当する。日本麹カビは、麹カビ属の中で一番有名な菌で、 デンプン分解能力や、タンパク質分解能力に優れており、調味料や、甘味料だけではなく、醸造酒の製造にも使われている。また分解だけでなく、多様な代謝産物の生成も行う。例えば、抗生物質やビタミン類などが生成される。中でも、日本郝カビが生成する、デンプン分解酵素、ジアスターゼは、高峰常吉が、本菌から抽出して、 医薬品タカジアスターゼとして世に出したものである。この酵素は現在でも、ケに消化薬として医薬品に配合されている。2004年に一党、栄治、東北大学名誉教授が日本醸造協会誌第99巻第2号館東随層において工事金は国金であると提唱。2006年10月12日日本醸造学会大会で 工事菌が国菌に認定された。日本工事カビは、醸造所や家庭などでも利用される不完全菌である。放置されたパンや米飯などの上によく姿を見せることもあるが、一般的には米工事として売られており、簡単に手に入れることのできる菌の代表格である。外見的な特徴としては、大量の死亡が集まってできる、死亡家という機関を作らないこと。 胞子はおおむね黄緑色で古くなると褐色に変化することが挙げられる。繁殖方法は空中に漂う胞子が餌となる気質上に落ち、胞子が発芽して気質に菌糸を伸ばしていき、コロニーを形成する。コロニーはすぐに胞子形成による無症生殖をはじめ、胞子を放出して自分たちの範囲を拡大していく。虫米で増殖が最も活発な温度は、 摂氏35度から摂氏37.5度で吸水率33%以上とする研究がある。日本鉱字カビは増殖するために菌糸の先端からデンプンやタンパク質などを分解する酵素を生産、放出し、培地である虫米や虫麦のデンプンやタンパク質を分解し、生成するグルコースやアミノ酸を栄養源として増殖する。 2005年12月、醸造協会、東北大学、東京農工大学など国内19機関で作る工事金ゲノム解析コンソーシアムと製品評価技術基盤機構が世界で初めて日本工事カビのゲノム解読に成功。8つの染色体は3700万の塩基体からなることを解明した。この塩基体の数は 同族の毒素酸性能を有するアスペルギルス、フミガタスなどのものよりも約30%ほど大きい。日本鉱字カビは多くの有用な酵素や代謝物を生産する。デンプンを分解するアミラーゼや、タンパク質を分解するプロテアーゼをはじめとし、ペクチン分解酵素、ペクチナーゼ、タンニン分解酵素、タンナーゼなども生産している。 また、グルコースの重合体で分解しづらい、セルロース、それより、強固な結びつきを持つヘミセルロースをも分解できる、酵素も作り出しており、これらを抽出して、繊維質の分解や、野菜の軟質化などを行う製剤も作られている。二次代謝産物として、香料マルトールの原料である麹酸、飲料や食品の酸味料としても用いられる、リンゴ酸、 グラム陽性菌の素子効果のあるアスペルギリン酸やゲオダインなど多数の物質を生成する。また、ある変種はマルトリジンという猛毒を賛成する。この物質は1954年の9月から11月にかけて乳牛約40頭が中毒死した原因であり、餌の爆金に繁殖していた日本工事カビの変種が生成していたとされている。 醸造種の劣化の原因でもある、新生ヒオチキンの生育に必要なメバロン酸なども生成する。ヒオチキンは醸造種を白濁させ、酸味を強くし、匂いを悪くするなどするためヒオチキンの増殖である。ヒオチは醸造家にとって死活問題となっていた。そのため、日本事カビに紫外線を照射し、遺伝子を変化させたメバロン酸非生産種がいくつか作られた。 しかし作られたものは繁殖力や酵素、生成能力などに問題があることなどから、現在この菌種はあまり使用されていない。なお、ヒオチキンが必要とするメバロン酸の量が少ないこと、酵母もメバロン酸を生産すること、それに加えメバロン酸は酵母の後期生成の活発化に役立っているとも、されているため現実的にメバロン酸を完全に排除することは不可能になっている。 天然の発岩物質としては最高の毒性を持つアフラトキシンはアスペルギルスフラバスによって生成される。このため、フラバスの禁煙種であり、形状上、性質上もよく似た特徴を持つ日本工事カビにも、フラバス同様のアフラトキシン生成能力があるのではないかとの疑念を持たれ、アジアの醸造業界が存続の危機にさらされた時期があった。その後、 研究者はこぞって、アフラトキシに非生産性の証明に努め、醸造業界は、一通り危機から脱することができた。またこれ以来、その他の代謝産物も発見されることとなりこの種の、菌が、さらに注目されることとなった。学名であるアスペルギルスオレゼは、日本に教師として招かれた、ヘルマン・アールブルクがつけたものである。アールブルクは、東京医学校に在籍中。 1876年、聖酒工事から、工事カビの一種を分離、その工事カビは、米工事から発見したため稲の学名、オライゼをそのまま使い、ユーロチアムオレゼとした。数年後、アールブルクは赤痢にかかり、1879年8月28日、帰らぬ人となってしまう。その後、1884年に教師として招聘された。 フェルディナントコーンが再度童貞を行いアスペルギルス族に移動し、現在に至っている。ありがとうございます。